卒業式においては、換気など感染対策を講じた上で、国家等の斉省や合唱の時を除き、児童・生徒と教職員は、マスクを着用しないことを基本としたいと思っています。政府は先週、来月13日からマスクの着用について原則、 屋内・屋外問わず個人の判断に委ねる方針を決定、卒業式ではマスクを着用しないことを基本と表明しました。これを受け、きょう大阪府で開かれた会議でも、児童生徒及び教職員については、入退場、式児、食事等、卒業証書授与 掃除・当時の場面など式典全体を通じてマスクを外すことを基本とし卒業式では児童や生徒・教職員はマスクを外すことを基本とし効果などをうう歌うときはマスクをつけることを学校や教育委員会などに通知しましたまたマスクの着脱を強制しないことや着用の有無による差別や偏見がないよう指導することも求めています この方針について吉村知事は。基本的に、その前から僕自身が言ってるのは、の学校においての一律のマスク着用は不要だ、僕自身もその考え方には賛成です街の人は。親としてはもう、表情が見れたらすごくうれしいので、それはすごい大賛成だなと思います。 マスクしてないと恥ずかしいとか、なんかそういうの、小学生でもよく聞くっていうのを聞いて、なんか本当の顔を見せたくないみたいな聞くから、なんか最後ぐらい外して、なんかみんなでさよならできたらいいんじゃないかなって一方でこんな意見も。できればしててほしいですかね、この時期っていうのもあるし、インフルエンザとかもあるし。